。はい、皆さんこんにちは。2022リアライズガールズのまみんこと小田まみなです。あゆみんこと原由美です。時間になりましたので、こちゃまなことみなせことでです。うさみんことうさみなおです。チームをサポートする株式会社リアライズコーポレーションは、車両を買うのではなく必要な時だけ車両を借りるという新しい仕組みの R リースとトラックハートを通じて運送会社を支援し、日本の底力を支えています。私たちが運営するのは3号車4号車近藤レーシングです。ドライバーは3号車山下健太選手、4号車サッシャ・ベネストラッツ選手です。それでは皆さん、私たちリアライズガールズとともに3号車と4号車近藤レーシングの応援をよろしくお願いします。ありがとうございます。ではですね、バイクの方をスタッフに渡していただきまして、今回も例の感じでしょうか。じゃあ皆さんお楽しみください。それではフォトセッションスタートです。さあ何のポーズ、さあ何だ、何が出てくる。もうポーズというか、もうなんかジェスチャーというか、なんだろうな、打ってる打ってる、なんか後ろ、なんだろうな、襲われてる襲われてる襲われてるな。一人なんか手挙げてる人いるけど、なんだろうな、食べられた食べられた食べられた、なんだろうな。分かった人、分かった人、これが何を表しているか分かった人、非常にカメラ撮りづらかったかと思いますが、フォトセッション終了です。ありがとうございます。さあ何のポーズだったな、ポーズというかもはや何だったんでしょうか。ゾンビです。ゾンビ、ゾンビ、分かった人、分かった人、結構いますね。ありがとうございます。ゾンビを披露していただきました。また明日も楽しみにしてます。ハッピーハロウィーンということで、はい、リアライズガールズの皆さんでした。ありがとうございました。ちゃんとした写真じゃピットウォークで撮ってもらいましょうか。はい。ありがとうございました。走るからね。